今日ご紹介するお料理ですね、奥三河豊根村のですね、落ち鮎、小餅鮎です。この見てください、このパンパンにお腹が張ってますけど、ここに子がいっぱい入ってますね。この小餅鮎をですね、料理していきたいんですが、春巻き包みで今日は行きましょう。いいですか。じゃあ3枚におろします。まず鮎捨てるとこないって言いますよね。あの、僕も鮎捨てるとこないと思います。もうあの鱗を包丁で取ってますね。頭、普通に魚をさばくのと一緒です。頭で、お尻からお腹を切り裂いて、するとここにこんだけ、ほらパンパンですよ。数の子ぐらい立派な、ほらすごいですよね。同じ作業を繰り返しますね。こうすごいね、これです。で、大名おろしって言いますね。こうやって頭を右手側、利き手側にして包丁を滑らせて、背骨の上に包丁を滑らせて、腹棒も骨が気になるので、丁寧にすいてあげると。この骨、頭、内臓は、ソースにもなるんですが、今日は使わない、今日は使わない使用します。身ですね、身ね、これがあんま使えない。で、ここにも塩をまぶしましょう。ここにもまぶして、これを春巻き包みにしていきます。身ですね、身でしょ。ここです。それから身で、身はこう互い違いになるように、頭と尻尾が互い違いになるようにしてください。これを巻きの皮で包んで、包んで包みますか。で、こちらをですね、油で揚げる、または揚げ焼きに、今日は揚げ焼きにしていきますね。油、ひまわり油で入れ、少し多めに、閉じ目を下にして返していきましょう。
3分ぐらいですね、中火でじっくり火を通していきます。では盛り付けしていきましょう。カレー粉、カレー粉です、アクセント。もうちょい春巻き完成です。